タクメトのメトロセントラル、よいしょさあ、はい、始まりました。始まりました。タクメトのメトロセントラルですね。そうですね。いや、本当にしっくりくるね。うん、改めてメトロセントラルって響きやね。なんか全部いいですよ、これ。ねえ、なんか、セントラルパークみたいな感じでかっこいいよ。何ですか、それ。わかんない、俺も。セントラルパークなんかありそうですけど、なんかオーストラリアのなんか商業施設でありそうな名前、絶対ありそうですね。なんとかセントラルパーク2番街とかね、絶対ありますね、それは。海外アニメとかのドラマ見てれば出てきますよね、絶対。あ、出た、そうだそうだ、うん、アニメね、なんかさ、アニメ、海外アニメって今ふと言いましたけど、うん、海外アニメなんてありました？知らん知らん。トムとジェリーぐらいじゃない？全然わかんない。びっくりした。そうですよね。あんま聞かないですよね、うん、海外アニメって。だから海外アニメの一番が結局、あれじゃないの？ディズニーとかじゃないの？そういうことですか。ってことよね。だから、ミッキー、ミニーとかそこら辺。圧倒的いますね。ディズニー。だよね。クマのプーとかそこら辺のね。スヌーピーとか。スヌーピー。あ、そうだ、スヌーピー好きやもんね。好きです。ね。メトロさんも僕思ってたんですけど、うん、生配信の飲むとき、うん、ミッキータイムだよ、アハ。言ってたじゃないですか。うん。あれ、やってるってことはミッキー好きなんですか、やっぱり。え、嫌い嫌い。なんですか、嫌いなんですか。嫌いとかありますミッキーに。やめた方がいいですよ、そしたら。いや、なんか一番に声はね、似てるよね。俺結構、ミッキーとは結構上手いと思うのよ、うんうん。マジで声高いですし、似てますよ、本当に。そうそうそう。あれって出る、タクアンちゃん。ミッキータイム、はは出る。ミッキータイムは、はおー、出んのかい。出てました？ちょっと出るわ。でも、キレはないです、そこまでの。キー感はないです。お互いキレないけどね。でもなんかそれで僕生配信やってた時、うん、メトロさんが、やってるから、ちょっと僕も飲む時にやったらどうですかみたいなコメントがあったんですよ、一回。はいはいはい。でもミッキーかと思って、僕、コップがスヌーピーだったので、スヌーピータイムだよ、ワンって言いながら飲んでたんですよ。まず、ワンで合ってんの？スヌーピーってワンなの、うん、犬なの、ね、犬ですよ、もちろん。え？ビーグル犬ですよ、あれ。あれ、犬なんだ。犬ですよ、スヌーピー。なんだと思ってたんですか？いや、ウサギかと思ってた。いや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 。マジっすか？ウサギなわけないじゃないですか、あれが。なんて怖ー。え？ずっとですか？うん、31年間ずっとウサギかと思ってた。ウサギがスヌーピーだと思ってたんですか？そう、随分喋んない、ウサギだなと思ってた。もうちょっと喋ればいいのに、このウサギと思って。喋んないと孤独死しちゃうよと思ってた。いや、ウサギだとしたら本当話さないんじゃないですか？ウサギってどうやって鳴くんですか、だって。いや、イメージないですもん。なんか、キューキュー言ってるイメージだけどね。なんか、いつも常に苦しそうになんか首絞められてるみたいな、キューキューって言ってるイメージだけど。いやいやいや、かわいそすぎますよ、それ。うさぎのイメージが。え、じゃあスヌーピーの隣にあの、黄色い人は何なの、うん、黄色いのはチャーリー・ブラウンですよね。あれはあれ、少年ですよね。え、あ、違う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 。怖い怖い怖い。え、あれ、人間なん？あれ人間なんだ。びっくりした。そういうことか。黄色いやつってそれか。黄色いやつは。あれは鳥ですよ、そんな。少年なわけないですよ。びっくりした。人間なんだと。人間がそういうなんか、ああいう格好させられてるのか、なんか魔女になんか、化かされてるのかなと思った。違いますよ、そんな。小さすぎますよ、あんな。あれはウッドストックって言うんですよ、あいつの名前。かっこいい。ウッドストックっていう鳥ですね。あ、そうなの？そうです、そうです。え、なんでスヌーピーとじゃあウッドストックと仲いいの？やっぱ、それはもう動物だからですよ。唯一の動物。友達ってこと？友達です、本当に、友達ですね。俺、スヌーピー見たことないんだけど。あ、本当ですか？あれ喋るの？アニメ中って。アニメ中は、スヌーピーは人間の言葉はもちろん犬なのでね、うん。話さないですけど、心の声とかは出ます。漫画では描かれてますね。あ、それってなんか誰か声優さんが喋るの？その心の声って。喋る？喋ってるのかもしれないです。アニメは見たことないです、僕。あ、漫画しかないです。でもスヌーピーの漫画はなんかすごくあれですね、うん、ほっこりしますよね、やっぱ。あ、そうなの？はい、なんか名言みたいな感じなんですけど。へえ、知らなかった。スヌーピーの一個名言あるんですけど、いいですか？あ、ちょうだいちょうだい。はい、今日すごい嫌なことがあった時のスヌーピーが言った言葉ですね。今日はもう寝るのさ。明日が素晴らしい日になると困るから。浅くない？待って、俺が考えすぎかな、待ってね。浅い。いや、浅いもんですよ、スヌーピーは。だって、スヌーピーでそんなに思い強かったら、あれじゃないですか。思いじゃないですか、さすがに。人生とはって言い始めたら。いや、でもごめん、冗談だけど、うん、結構深いね、でもね、それね。
浅いようで深いですからね。うん。いや、普通に浅深だけど。うん、そうです。要するに、寝た方が何、うん、明日に向かって進めとるってこと、うん、まあ、進めとそういうことですよね。うまいですね。うん。そういうことですよ。そういうことか。だからやっぱ明日があるから、うん。寝ようねっていう、まあ話ですよね、言ったら。なるほど。なんかそういうのってなんかさ、ほんと、外国のアニメって感じするよね。うん、なんかメッセージ性ってさ、ね。はいはいはい。そういうのなんか伝えがちだよね。なんかありますね。ディズニーとかもそういうのなんかさ、はい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 、綺麗な感じでまとめてたりとか。確かに。そういうの好きよ。海外好き。あ、そういうの好きですか？あ、好き好き。ディズニー好きなんですか？あ、ディズニーそんな好きじゃないけど、名言集とか好き。ああ、はいはいはい。名言集とか。なるほど。好きな野球選手とか、それこそ。え、好きな野球選手とかの名言とかってことですか？あ、違う。そういうわけじゃない。相田光男。あ、はい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 、はい。相田光男結構なんかたまに結構本当にネットでさ、拾って画像見てたりするんだけど、うんうんうん、でも、はい。相田光男に対して浅いとは言えないからね。はいはいはい、ボケでもちょっと言いにくいけど。いや、そうです。じゃあメトロさんは、例えばラーメン屋開いたら、うん、店に、相田光男の、詩を置くタイプってことですか？トイレにめっちゃ貼る。たまにいますけど、それを。店主。相田光男。あるよね、うん、そのカレンダーにめっちゃ名言集みたいな。いますよね。うん。異様にそこら中に置いてあるなっていうお店あるじゃないですか。めちゃめちゃもう、あからさまにあるもんね、なんかそういう店で。そんなにあってもなっていう感じしますけど。いや、する。でもなんかさ、うん、俺たちってそのショート動画やっててさ、はいはいはい、もちろんそのバズる日もあれば、うんうんうん、まあ、バズらない残念な日もあるもちろんありますよ。その時にやっぱさ、そういう言葉聞くとさ、はいはい、マジで染みたりするよね。確かに。意外と普段わかんないけど、うん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 。ああ、確かになっていう時ありますよね。そう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 。うん、だから、たくあんちゃんってそういうのがエモいこと好きなの、うん、例えばその夕日サンセットに黄昏れるとかさ、なんかそういうの好きだったりするの、めちゃくちゃ好きです。はい。エモはもう、本当に、あれですよね。エモい写真とか、撮りたいですし。うんうん、もちろん。そうなん。それこそ、エモいムービーとか音楽とか使って、作りたいのはもちろんありますね。なるほどね。いずれそれこそ、エモい動画もちょっと出したいですよね。企画として。いいじゃない。いいっすか？多分皆さん、はいはい、絶対そういうの待ってると思うよ。マジっすか？鉄道の格好してない時の、はいはいはい、やっぱたくあんちゃんの姿ってみんな絶対見たいと思うわ。あー、マジっすか？俺も見たいし、はいはいはい、そのやっぱたまにその、YouTube のコミュニティでさ、はいはいはい、たくあんちゃんのその、やっぱ写真載ったりするじゃん。うんうん、たまにモデルの時のとかも上げさせてもらってます。ね、いや、あれ確かに、ああいうのギャップでいいよね。あ、本当ですか？鉄道の格好してない、いいねってやっぱなっちゃうもん、あれ。いや、嬉しいっすね。うん、だから思ったのが、はいはい。これもなんか撮影のなんか仕事を行ってたじゃん。うんうんうん、ああ、行ってました行ってました。あれで結構な、ほんとパシャパシャ撮られて、うんうんうん、あ、いいねいいねって結構言われる感じなの。うん、そうですね。ええー。まあまあ、いいねいいねっていうよりは、あ、そうですね。まあまあまあ、カメラマンの人がいて、うん、もうちょいなんか回ってくれるとか、なんかいろいろ言ってくれるんですよ、アドバイスして。へえ。まあその言われた感じで動いて、うんうんうん、あ、いいねいいねいいね。はい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 。っていう感じでやるんですけど、うん、ちょっと撮影の時は確かに、うんうん、なんか普段はもうオレンジスーツ着てもちろん撮ってるじゃないですか。そうね、そうね、違う、もう本当におしゃれな服着て、うん、ポーズして撮ってるんで、うんうんうん、本当新鮮になりますよね、気持ち的には。なんかそうだよね、はいはい、あれは何用の写真だったわけ？あれはあれは名言集の写真、トイレ用の写真じゃないの？そんなことないですよ、トイレで置くわけないですよ、あんな。あれは本当にお世話になってる、森の学校さんっていうその、アパレルの会社がありまして、あ、うん、そこで、まあ、モデルとして僕が呼ばれていったってお仕事ですね。本当にそういうことか。そうです、そうです。だからあの写真を見て、だからこの服欲しいってなって、うん、みんな買うみたいなことでしょ、うん、そうです、そうです。あ、そういうことです。すごい、本当モデルやね。そうなんです。あれ取り巻きはいるわけ？あの写真の裏側ってさ、はいはいはい、カメラマンの後ろにその美術さんとか、わかんない、マネージャー陣とか、うんうん、なんかそういうのずらっといたりするの？いますね、そのプロデュースしてくれる人と、それとあとメイクさんとか、うん、あと出演者の他のモデルさんとかもいますね。じゃあコーディネーターもいるわけ？この服とこの服合わせて。もちろんいますね。すげえ。裏側ほんとすごいですよ。面白いね。しっかりしてますよ。あ、知らなかったそれは。うん、でまあちょっとなんかメイク取ったり、その髪が崩れたらメイクさん来てくれて、うん、直してくれて、すごい、すごいですよ。じゃあゆくゆくなんか毒毛みたいなのもやればいいじゃん。え、毒毛みたいなのね、僕のやつをですか？毒毛、
できないものか。見てくれます？見ますよ。鈴木家みんな見ま、見ますよ。もう俺んちすごいんだから、お母さんもおばさんもみんなたくあんちゃんのこと応援してさ、チャンネル登録もしてさ、最高じゃないですか。いつたくあんちゃんと北海道来んのって言ってるよ。うわ。ほんまに。マジで嬉しいですね。本当にっすか？本当に本当に言ってる言ってる。いや、ちょっと北海道行きますよ。いや、行かせてください、本当。いや、ほんとに早く行こうよ、うん、あ、でですよ。うん。北海道といえば。僕ちょっと今回、結構長くなっちゃいましたけど、前説というかが。はいはいはい、はい、だいぶ、だいぶ長々と話してしまいましたけど。10分の前説ね。はいはいはい。10分も話したんですね。うん、はい。まあまあ、ちょっと北海道。うん。前メトロさんが、うん、これ僕、多分結構前なんですけど、うん、北海道で、うん、タクちゃん連れてってあげるよって言った時に、はいはいはい、ホタテを、うんうんうん、なんか生のホタテを、はいはいはい、あの海水につけて、おいおいおい、食べさせてあげるよとか言ってたじゃないですか、うんうんうん、で僕あれを記憶に残ってたんですけど後々考えたら、うん、あれボケだったのかなとか思ってたんですよ僕で、はいはい、結構だから生配信時も、うんうん、北海道の話になった時に、うんうん、メトロさんがあのホタテ、うん、海につけて食べれば美味しいよって言ってたんですけど、あれ、うんうん、本当なんですかねっていつも疑問に思ってたんですけど、これどうなんですか？本当だよ本当だよ、長いな、それこそ振りが。本当なんだもん。ずっと我慢して待ってたけど、本当だってびっくりした。まだ疑ってるよ。いや、てっきりなんか、いや、そういうこともあったんですけど、やっぱ、あれ本当だったんですね、で終わるかと思ったら、本当ですかですって、まだクエスチョンあるじゃん。頭の中に。本当だっつーの。だって、配信中もなんか一人のさ、人がなんか、ね、うん、そういう時も、うん、そういう食べ方もしますよとか言ってたもんね、うんうん。言ってましたね。ほら、本当じゃん。言ってましたけど、それはメトロさんの仲間の方かなと思ってました。いや、マジで、はい、本当に、漁師さんなんて、だって、魚釣って、はいはい、その場で船でさばいて、はいはい、あの、船からこう、手を越えて乗り出して、はいはい、塩水で洗って、はい、塩の味付け食べるんだよ、えー。漁師さん、漁師さんとかは。お腹空いたら。その、海は別に汚くないですか？あ、汚くはない。北海道の海は基本汚くないから大丈夫。そうなんですか？そうよ。だから、ウニとかも、はいはい、取って、バーって開けて、はいはい、ウニ、こう、水、海水でこう、さらして、はい、シャーって食べたりする。何でもできる。それこそホタテも。あ、ホタテもそうよ。全部そう。マジっすか？貝類、魚、全部。ちょっと本当にそれじゃあ、食べさせてください。北海道行ったら。いや、全然いいよ。本当に。その瞬間に僕は本当だったって言います。うん。まだ疑ってる。怖い怖い。こんだけまだ、待って待って、怖い怖い怖い。まだ疑ってる。いやこれだから本当目で本当に見せて証明しますよ、はいはい、お願いします。それはだって俺の野球の後輩なんて漁師いっぱいいるから、はいはいうんうん、あ本当ですか？漁師やってるんですか？漁師やってる。俺のだって友達だって、はいはい、高校の同級生のたけしも網走、はいはい、でカニ漁やってるから。カニ漁だからアポなんていくらでも取れるから俺の周り。最高じゃないですか。任してよ。え、マジでやらせてください。全然全然全然。で、僕が動画回すんで、あ、食べた時に、本当でしたって終わります、動画を。疑いが長いんだっつうの。検証してみようじゃないね。もう答え出てんだからもう。本当なんだって。答え出る。いや、ちょっとそれは楽しみにしてます、うん、そこは。いや、ないんだよ、本当に。はい、はい。なんか海水が一番美味しいと思っちゃう。もう、わさび醤油なんかよりも、はいはい、海水が本当シンプル、ドシンプルで一番うまい、ちゃんと味はするんですね、塩の味は。もちろんもちろん。へぇうまいんだから。やっぱ僕、海がないじゃないですか、長野県って。ああ、そうかそうか。それもあって、本当海っていうところに、うん、なんですかね、信用性がないというか。信用性がない。うん、あんまり。あ、詳しくないよね。詳しくないからっていうところありますね。あ、確かにね、うん。逆に山菜じゃん。長野って山菜とか、そのキノコが結構取れるでしょ、うん、そうですね。逆にそういうなんか、通な食べ方とかないの？山菜取って、例えば、こう放ってそのまま食べるとかさ。はいはいはい、ああ、なるほどね。そんなやんないか。やっぱ、でも結局、結局は天ぷらとかにしちゃいますから、どうしても。いいね。ふきのとうって知ってます？もちろん。ふきのとうの天ぷらいいですよ、この。食べたことない。本当ですか？ない。あれはまたちょっと、うんまあ、子供の頃は本当に苦くて、うんうん、あんまりだったんですけど、うん、もう今行くと結構うまいです、やっぱ。あ、そう。はい。え、結構苦いの？苦いです。でも、独特な味ですね。その、ふきのとうの苦さというか、うんうん、本当に健康的な味です。ピーマンみたいな苦さ？
ああ、でも近いのかもしれないですね。そしたら。そんな感じか。ピーマンっぽい苦さ。うん、そうです。美味しい苦さというか。ああ、なるほどね。うん、うわあ、そっかー。海水つきれねえかー。昨日と。無理ですよ、そんな。ついか、さーっと。海水さーっとさ、うん。無理です。多分、危ないですよ。あいつらは。あいつらは生は危険ですよ。キノコ類は。確かに、キノコなんてもう俺の相方なんてもうキノコ博士だからさ。そうですよね。いやでも俺はもうキノコの知識は身につくのよ。うんうんうん、うん。キノコってすごいんだね。改めてその、あ、本当ですか。ちょっと手に触れただけで手がかぶれてなんかもう、壊死しちゃうとかさ。もうそんなレベルやもん、はいはいはい、キノコって。怖いんですね。やっぱ僕もそんなキノコ博士じゃないんで、長野出身ってだけで、知らないんですけど、やっぱキノコを食べて、なんか、そういう事件っていうのは、なんか毎年聞きますよね、長野住んでると。本当に？はいはい。怖い。だから怖いですよ、キノコも。ね、だから長野行ったら、だったら、山菜採りとかしたいわ。だから。あ、いいですね。あの、カゴを背負って二人で、ね。そうそうそう。キノコを取りに。あ、いいですね。だからそういう企画やりたいよな。やっぱ、おのおの、やっぱ地元で、この YouTube 回すことにやっぱ意味があるからさ。はいはい、確かに。絶対に。そのがやっぱ視聴者さんは、ほんと、高んぼいさんと鈴木みどろさんの育った環境を知れるっていうのはなかなか、ね、特典だと思いますよね。はいはいはい、そうですね。そういうのやりたいよね、やっぱり。ここでメトロさんの北海道、うん、まあその海のある北海道なんですけど、うんうんうん、まあ育ったわけじゃないですか。はいはいはい。そこで、幼少期ああのなんか思い出とかあったら聞きたいなと思ってるんですけど。幼少期ね。はいはい。いやもう俺なんて、いやもう俺の、うん住んでた町が、はいはい、緑ヶ丘っていう、あの地域なの。緑ヶ丘。その名の通り、うん、丘がたくさんあって、もう緑だらけの、牧場みたいな。そういう。なんすか、その、ハイジみたいな。はい、ちょっと言い過ぎだけど、ハイジの3分の1ぐらい。あの3分の1のイメージですね。はいはいはい。だから本当にもう自然の環境で育ってきたから、だから、はいはい、ゲームやったことないし、ひたすら外で本当草原駆け回って、ボールで野球やって、はあ、木の棒で野球、棒、ボール打ち返したりとか、本当そういうわんぱくな、ずっともう草原で遊んできたから。はい、そんなに草原あるんですか？もう家の前だってテニスコートはあるけど、テニスコートの周りがもう森。って感じ。もう緑がすごいのよ。緑が丘だから。すげえ。だからもう家帰って逆にゲームするのがもったいなくて、もう外でほんと森の中でやっぱ隠れ家作ったりさ。はいはいはい。チャンバラやったり、それがもう楽しくて、ゲームだってもうやりたくなかったもん、逆に。すげえ。うん。大人の人とかは、何してるんですか、うん、大人の人は、黙っていいで、焼酎飲んでるけど。まあまあ、そうか、そうか。町には、まあまあまあ、そうですよね。緑しかないですから、それはもう、あれですよね。子供はすごい喜んでる。子供は楽しい環境ですね。環境がすごかったんだから。じゃあそこで育ったのはあって、やっぱ運動できるんじゃないですか。あ、でもそれはある。本当に。本気であって、例えばほんとそこら辺にあったって、どんぐりとか松ぼっくり落ちてるわけよ。うんうん、で、それ拾って、うん、俺がその、例えばその、木の棒を拾ってさ、はいはいはい、兄ちゃんにその松ぼっくり投げてもらって、うんうんうん、俺が打ち返すみたいな。はいはいはい。これって結構な技術なの。もう木も細いし。確かに。松ぼっくりだったら、風の抵抗を受けたらすごい不可解な変化して来るからさ。はいはいはい。それを、今思えばよく打ち返してたなと思って。それが、やっぱ野球の、まあ、うまさに繋がったっていう。マジでありますね。うん。僕、めちゃくちゃクリスティアーノ・ロナウドが好きなんですよ。クリスティアーノ・ロナウドが好きなんですけど、はいはい、幼少期は貧乏だったんで、そうなの？あの人はポルトガルの島で育ったんですけど、知らなかった。もうボールがないから自分の靴下丸めてそれでリフティングしてたんですよ、だからもうあんだけ本当足元の技術がすごいプレイヤーに生まれたって言ってたんです。そうなんだ。本当にそういう、まあ、育った環境はあると思いますよ。ロナウドと俺比べちゃう。ごめん、だったら俺プロ野球行ってないのおかしくない？松ぼっくり打ち返してて、細い木で。プロ野球行ってないのおかしくない？なんか切ないんだけど。でもその S でね、取られたとかそういうのはやっぱ周りの人よりもう優れてたわけですから、そういう松ぼっくり打ちが生きてたんじゃないですか。もしんないよね、もしかしたらね。だからそこは本当に環境に感謝してるけどね。すごいな。やっぱでも、いつまでいたんですか？小学、中学。1から18歳だから、じゃあ20年間いたか。あ、20年間いて。そう、いたいた。まあ、幼少期はいいですけど、その松ぼっくり打ちで楽しいじゃないですか。うん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 、その、まあ、16、7、8とか、その、うんうんうん、だんだんと大人になっていくじゃないですか、うんうんうん。その時は何してたんですか？もうずっともう、小学3年からもうみっちり野球だから。はいはい、それこそ、もう緑の環境で遊べなかったし、なるほど。ずっと野球場と家の繰り返しを行き来。なるほど、なるほど。そういうことですね。そうよ。もうその緑の大自然っていうよりも、
本当に野球一本だった。もう野球一本で本当遊んでないもん。小中高。マジで遊んでないよ。プライベートがなかった。一切。すっげえ。そう考えた、ね。なるほど。ちょっと、僕は、なんかその、うん、やっぱ、これ前も話したあの話題どこかに。やっぱ、いや、バカにしてるじゃないですか、やっぱり。毎回バカにしてるじゃないですか、これやっぱ。もう、俺じゃない。体がバカにしてる。俺じゃないもん。俺はこないっすよ。俺は脳みそから顔が笑ってるもん。こらえてましたもん、ネットで。もう、わって言った瞬間に、うわーって出てきましたもん。バカにしてますよ、これ。してないですよ。和太鼓同好会ね、だったんですけど、うんうんうん、だからやっぱその、空く時間もあるんですよ、もちろん。プライベートもあるので、うんうんうん、それこそ、休みの日に、うん、あの、どっかその、ちょっと街に行って、映画とか、うんうん、ゲームセンターに友達と行ったりしてたんですけど、おうおうおう、そういうのを期待してたんですけど、本当もう、野球しかなかった。そう、野球しかない。俺の青春、本当に野球しかないのよ、マジで。そうなんですね。そうよ。だから本当やっと遊べたっていうのを、ほんと19歳専門学校行って、やっと2年間、うん、野球も何も本当に。ああ、なるほど。なくなって、やっと、みんなと友達と遊べるなってなったのが、やっと19からだね。あ、そうだったんですね。そうだよ、俺なんて。ねえ、今思えば。羨ましかった。だから高校で帰宅部とかさ、いたじゃん。羨ましかったよ。放課後そのまま家帰って、今からバイトだわとか言うけど、めっちゃバイトが羨ましいしね、こっちとしては。あ、バイトはしてこなかったんですか？一切してない。じゃあもう、初がメトロ。でも初、あ、でも、専門学校のところにちょろっとなんかいろいろやってたけど、はいはい、でも全部続かなくて俺。うん、もう2週間で辞めたりとか繰り返して、うんうん、やっとが東京メトロだね。そうなんすごいな。逆にどうなの、たくあんちゃんは。はいはい、はい。幼少期どんな感じだったの？どういう子供だったの？はいはい。いやでも、うん、やっぱその、緑が丘じゃないですけど、僕は飯島町っていう町だったんですけど、はい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 、結構もう田舎で、あ、それこそ、まあその、あれですよね。丘っていうよりも、本当に、リンゴ畑だったり。あ、いいね。本当に梨とか、そういう果物、野菜が、本当に周りにあって。で、だから本当に、あれですよね。遊ぶっていう時は、竹やぶとかあって、そっちの方に。竹やぶ？竹やぶが結構あるんですよ、僕の。あ、へえ。近くに、家の近くに。生えてるってこと？竹やぶが。生えてます、生えてます。すげえ。竹やぶに行って、なんか竹やぶ、探索して、なんか、虫とか、なんかそういうのを探し、虫取りに行ったり、で、竹やぶ抜けると川があるんですよ。へぇ。川で、まあ、自分の作ったこの木の棒とかで、魚を釣ったりみたいな。うわぁ、なるほど。魚釣ったんだ、それで。魚を、釣ってないです。釣れてはないですけど、引っかかりました、一回。あ、マジで、うん、いや、そこでもし、松ぼっくりが飛んできて、はい、打ち返してたら、多分焼き屋さんだろうね。そういうことですか。そこで誰かが投げないと。そこをもう魚。あ、魚じゃなくて、もう、誰かが松ぼっくり投げてたら。投げてたら人生変わすよ。うわ、野球やってました。焼き屋さんとも。甲子園で、もう俺と戦ってたの、もしかしたら。わかんないですよ。甲子園7個違うけど。絶対かぶってる。どうやって会うんですか。OB ですよ、そしたら、メトロさん。でも、その環境すごい羨ましいわ。その、竹やぶとか、その、川で魚釣るとか、なかったもんなー、そういうの。それないんすか？自然はあっても、うん、丘だけなんすか？あ、まあ、川はあるか。あ、あるけど、魚とか釣りとかしなかったな、うん。あんまりしなかったですか？しなかった。だから、え、親厳しかった？その、門限、うん、4時に帰ってきなさいとか、うん、その、焼酎とか、門限。あ、ないですね、そういうのは。あら。本当にもう、別に気にせず、うんうんうん、遊んできなっていう感じでしたね。お、ええー、ま、ご両親で。本当に暗くなって帰るって感じでした。マジ？はいはい。え、もうそれ6時とか7時になっても？まあそういう時もありましたよね。はいはい。え、なんか、俺もそうだけどさ、はいはい、もうだって、一応ね、田舎じゃん、お互い。うんうんうん、暗いでしょ、だって、外の電気とか害虫もないでしょ。いや、真っ暗ですよ、本当に。だよね。本当暗かったですね。怖かったですもん、だって。いや、そうでしょうよ。はいはい。絶対に。いや、本当に街灯が、うん、ないんですけど、僕、こないだ、ちょっと、年末年始帰ったんですけど、うん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 、で、ちょっと散歩したんですよ。うん、僕の幼少期歩いた。え、また怖い話？大丈夫？なんで怖い話？また取り憑かれた話？いや、怖い話しないですよ。また、怖い話特集じゃないですよ。大丈夫ですね、うん。あの、幼少期の頃歩いた道を歩いたら、うん、街灯が結構増えてて。ああら、めちゃくちゃ明るくなってたんですよ。あら、復旧してんだ、いろいろと。復旧してました。あら、まあまあまあ。すごい、復旧。あれ？なんでだけそういうの？復旧じゃないですか。あ、復旧。メトロさんが間違わないよなと思って復旧って言ったんですけど。もう壊れてはなかったしなって思いました。復旧しました、そうです。復旧か。復旧してました、すごく。ごめんなさい。
噛みなさいね。はい。やっぱ僕の街も、今結構、やっぱそういうところも、普及してるなって思いました。なるほどね。どうなんだろうね。それ寂しいもんじゃないの、はいはい、まあ、ちょっと寂しいですけどね。なんか変にね。うん。シティ感出すのもなんか地元がさ、なんか嫌だよね。あります。僕いつも遊んでた公園があったんですけど、滑り台なくなってました。取り壊されてました。街で？もう、遊具って今結構危険だから取り壊されてるんですよ、いろいろ。あ、そうなんだ。なんかあるのかね、死亡事故、怪我の事故とか、そういうね、事例がね、あるんだろうね。そうだと思います。ブランコと鉄棒しかなかったです。絶望しかなかった。ブランコと絶望しかなかった。いやいやいや、絶望なわけないじゃないですか。ブランコだけだったら絶望ですけど、鉄棒がありましたんで。よかったです、本当に。ブランクにその女が、リストラされたサラリーマンが座ってるのかな。それはそれで絶望だから、あ、違う。そんな絵はないですもん。あ、違う、ね。どいなかですから、本当に。大丈夫です、それは。だから、改めてあれだよね、お互いの田舎は、本当に食べ物にもさ、恵まれてさ。本当そうですね。北海道と長野なんてさ、うん、本当美味しいものだらけで、そこ本当に恵まれてるよ。本当そうですよ。だって、本当に。日本で一番大きいのが北海道じゃないですか。うん、うん。二番目が、岩手でしたっけ？あ、そうなの？3番目長野ですから。あ、そんなでかいの？ほんと大きい県同士です。県とまあ道ですけどね。そうなんだ。ほんと広いですよ、長野も。知らなかった。いや、ほんと広いんですよ、長野って。なので、おう、まあお互い、あれですよね、お互いのチャンネルで。うん、お互いの地元にぜひ行きたいですね。本当に行きたいね。はい。だから本当長野の本当鉄道と出会ってさ、北海道の鉄道、でも北海道の鉄道いいと思うのは正直 JR 北海道オンリーにはなっちゃうけど、はいはいはい。でそこはやっぱ JR 元、JR 職員なわけじゃん。はいはい、確かに。そういうのってやっぱウキウキするの？同じ、JR は JR だけど、じゃあ北海道だけどさ、どうなの？でもありますね。全然他の、例えば JR、北海道と、別の、北海道の路線があったとしたら、やっぱ JR がついてる方が、ちょっと親近感湧きますし。あ、やっぱあるの親近感。ありますね。はい、面白い。あ、そうなんだ。はいはいはい。だからちょっとね、個人的に行きたいのがさ、沖縄、の、はいはい、ユイレール。あ、はいはいはい。モノレールなんで、あれ電車ではないんですね。電車ではないですけど、ね、モノレールですね。あ、なんて言うんだっけ、要するにその、モノレールって要するに電気、なんか言うよね、電気鉄道じゃなくて、電気なんちゃら。電気。なんか言うんだよな、名前。電車じゃないですよね。電車じゃないんだよね。はい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 、だからそこをちょっと行ってみたいなと思う。なんか逆にいいですね。そういうモノレール大好きだからさ、俺。沖縄のそういうのも見てみたいですね。見たいよね。だから本当全国どこでもさ、はいはい、行けるような本当存在になりたいな、早くね。本当そうですね。皆さんにその景色も見せて楽しんでもらいたいですし。そうそうそう。もちろん。で、会う人にさ、ちゃんと僕たちの自己紹介してさ、はいはいはい、怖い話も聞いてもらってさ、いや、毎回だ。毎回出します、その怖い話。ちょっと温めときます、しっかり。ねえ、だからね、はい、いろんな企画やっていこうよね。ぜひぜひ、ね、お願いいたします、本当に。改めて。ありがとうございます。ねえ、だから、ね、皆さんね、3月にもね、うん、いよいよね、オフ会もね、これ聞いてる方ね、オフ会もやるので来てくださいねって話ですよ。そうですよ。皆さんとたくさんまずお話がしたいんでね。うん、もちろん。本当に。もちろんみんなにもね、はいはいはい。もちろん、たかんちゃんの究極の怖い話聞かせるし、ね、山手線ゲームもするしさ。そうですね。ね、やりましょう。みんなでやりたいなと思ってるよね。本当、はい、楽しみですね。楽しみよ、本当に、はい。山手線ゲームともう一個なんて言ってました、メトロさん。山手線ゲームと、あ、なんて言ったっけな。第2位って言って、なんか。マジカルバナナ、あ、なんだっけ、なんか言ってたな。第2位、なんか言ってたね。なんか言ってましたよね。替え歌じゃなくて。忘れてるじゃないですか。本人が忘れ、ちょっとすいません、ちょっとね、まあまあ、ちょっとね、楽しい企画も計画してますのでね。はい、そうです、ね。ぜひ、また近々、お知らせいたしますのでね。そうですね。はい。本当にお願いします、皆さん。よろしくお願いします。はい、お願いします、ね。はい、ということでね、うん、本日、タクメトのメトロセントラルですね。はい。早いもので終わりとさせていただきますね。そうですね、今回第3回？第3回ですね。あ、3回か。はい。そうだよね、そうだよね。そうですね。またちょっと、はいはい、次回からね、また、ちょっと、いろいろ形も変えつつね。そうだね、ちょっとラジオもね、はい、ちょっと進化、させようと思ってますので、そちらもお楽しみということで。ぜひとも、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、皆さん。はい、ということで皆様、本日もありがとうございました。はい。シェイシェイついでに恋ダンス。明日に向かって進めたら、バイバーイ！バイバーイ！